誰かの一言で人生が変わる時がある。小さくても誰かの心に響くきっかけになれたら素敵。そんな思いを乗せてこの番組では各分野のスペシャルな方やハッピーそうな方をお招きしてざっくばらんにお話を伺っていきます。一歩踏み出す勇気を、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー始まります。この番組では皆さんからのたくさんのメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmギノワン.com。 また FM ギノワンではツイキャスト、YouTube で映像と音声をネット配信しています。またサイマル放送も行っております。スマホの場合はアプリリスンラジオでお聞きください。過去の放送分の映像は YouTube にてご覧いただけます。田辺恵美子のスペシャリストにインタビューで検索していただきますとすぐに出てきます。そちらもお楽しみください。この放送はいつの間にか似合わなくなった服がまた似合うようになるオールハンドのエステサロンダイヤモンドツリーの提供でお送りいたします。本日は生放送でお届けしています。この後午後8時までお楽しみください。そして本日のスペシャリスト様は松屋にホットセラピー木川様にお越しいただいています。 CM の後お話を伺っていきたいと思います。それではここで一旦 CM です。思っている鼻声ですね。そうですね結構な鼻声だし僕も人に言えないんですけど、1ヶ月ぐらい声戻ってないです。嘘でしょ。はい。え、マジで？なんかいつもの調子じゃないなっていうのはずっと思ってます。嘘、いつ戻るんですかね。僕、そろそろ戻ってもいいかなとは思ってるんですけど、多分ちょっとクーラーつけ始めたりとかも影響してると思うんでうん、ちょっと時期が悪かったかなっていうのを気にしてます。声戻らないってちょっと嫌じゃないですか。はい。ねえ、なんかボイさん気づいてくれてありがとうございます。そうなんですよ、風邪ひいたんですよ。鼻炎ではないんですけどね。やっぱマイク通すとはっきり出ますね。はっきり出ますね。はっきり出ますね。はい、僕もあ、いつもと声違うってマイク通したらわかります。ねえ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 。お久しぶりです、カップボーイさん。今月初めてですよ。では BGM からいきますか。はい。田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、本日は生放送でお送りしています。それでは早速本日のスペシャリスト様をご紹介したいと思います。松屋にホットセラピー木川様にお越しいただきました。木川さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。すいません、ちょっと今日ですね、夏ではないかもしれないです。風邪ひいて、先週もねちょっと休みさせてもらったんですけど、はい、鼻声でちょっとねお聞き声が聞き取りづらいかもしれないんですけど、はい、ね、久しぶりなんで、はい、ちょっと楽しみにしてきたんですけどね、ちょっと声がまだ戻ってないんですけど、皆さんよろしくお願いします。カブボーイさん、エミコちゃん、キャンさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。はい、今の時間で26度じゃけ暑いのって来てますね。暑いですね、もう沖縄。そうですね、僕車のクーラー壊れてたんで最悪じゃないですか。さっき直してきましたあ、さっき直してきたんですか。あ、よかったですね、ギリギリセーフで、はいはい、なんか風でちょっと寝込んでたから久しぶりに外出て、はい、なんか
もう半袖でじゃないともう暑いですね。もうそうですね。ねえ。でもちょっと空気がカラッとしてるので、まだちょっと涼しさあるんですけど。確かにね、はい。でも湿度ね、上がってきましたね。上がって、今日からちょっとムシッとしますね。ねえ、すごい。もう夏だって感じだけど。カブボーイさん、エミコちゃんもしかして鼻炎で鼻炎なのって。いやね、鼻炎じゃないんですけどね。はい。コロナではなかったんですけど、結構普通の風邪もしんどかったんで、カブボーイさんも気をつけてください。風邪ですが、お大事にってことで、ありがとうございます。はい、もうちょっとで完治しそうなので、はい、今日もね、ちょっとまだ戻ってないんですけど元気にお届けしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、では松屋にホットセラピーってことなんですけど、キャンさん聞いたことあります？初めて聞きました。ですよね、はい、私もなんですよ。なんかでも世間では結構今もう結構流行ってるらしいですね。木川さん、はい、流行ってますねえ。どんなの思い浮かべます、はい、さん。どんな松屋に、松屋にって聞いてなんかどんなの思い浮かべます？もう全然僕初めて聞くワードなので何も浮かばないです。とりあえずあれなんですか、松の木の松なんですか？そうです、松の木の松と、はい、の樹液とですね、蜜蝋が混ぜて作られています。それも完全はい。溶かして、お顔とか、体に塗るんですけど、はい。溶かして、塗って、剥がして、はい。お肌の断捨離ができるんです。お肌の断捨離？はい。へぇー。それは、どういう？はい。ターンオーバー。はい。どん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 加齢に伴って、ターンオーバーってしづらくなるんですけど、はい。はい。ターンオーバーできないと、お肌に常在菌っているんですけど、私たちって常在菌に守られて、お肌も腸も、はい、ターンオーバーを繰り返しながら、いい状態を保つんですね。はい、そうなんですか？外からの敵、はい。外からのこう敵から守ってくれるのは常在菌なんですよ。それの調整をしながら、常在菌とこう、うまく付き合っていくために、松屋にホットセラピーで肌断捨離をさせてもらってます。なんかわかるようでわかんないよね。そうですよね。よく昔、某化粧品会社からこうお花とかに貼って、剥がすと角栓が取れてるとかあったじゃないですか。はい、今でもありますよね。はい、ありますよね。ありますよね。それの、はい、それのこう安全なものですね。それで体のどこでもできるんですよ。タッチテストをしていただいて、アレルギーがない方には、はい。はい、試していただけます。その常在菌とうまく付き合っていく？そうなんです。それとうまく付き合えなくなるから、結局ターンオーバーができなくなるんですか？ターンオーバーができなくなるのは、乾燥とかもあるんですけど、はい。はい。赤ちゃんの時って顔とかひっかいてもすぐ傷が治るじゃないですか。はい。どんどん加齢に伴っていくと、傷はシミになって残るんですよね。お肌が代謝ができなくなってるので、はい、それを松屋の方でサポートさせていただいて、はい。いらないものをどんどん肌から取っていくんですよ。へえ、あ、コメント来てますね。ヤンバルクイナさん、エミコさん、ゲストさん、キャン君こんばんはっていうことで、ヤンバルクイナさんお久しぶりです、こんばんは、今日もありがとうございます。カープボーイさん、松ヤニといえば滑り止めで三振のからくりのところに使ったりするけどって来てます。あ、そうなんですか？へえ、はい、そうです、ソフトボールや野球とかで使われますね。ハンドボールやってる人の手ってめちゃくちゃ綺麗だったりするのかなっていうふうに来てますけども、またそれとは違うんですよね。滑り止めの作用だけなので、それは、はい、なんかあれですか、なんかピーリングとかの感じなんですかね。なんか結構お肌、ピーリングだと結構お肌の上は溶かしてしまうんですけど、溶かすとは違うんです。最初にですね、弱酸性を保つ
もずくと海水からできていて、はい、クルボ酸が入っているローションで、はい、古い角質をふやかすんですね。で、赤すりとかも、はい、お湯に浸かった状態じゃないと赤すりできないじゃないですか。あ、そうなんですか。そうなんです。赤すりもいきなりこう赤を吸ってしまうと傷になってしまうんですね。刺激が強くて。はい。最初にこういらない角質っていうのはふやかしてあげないと肌から剥がれないので、はい。はい。そのローションを使ってから松ヤニを塗って剥がすっていうことをしていくので、はい。肌に負担がないんですよ。でもあれですか？すごいごめんなさい。なんか、どんなのかすごい知りたいから、ちょっと細かくお聞きしてもいいですか？はい。はい、ぜひぜひ。ターンオーバーってあれですよね。28日周期とかの。で、この古い角質が上に上がっていって、はい、で、古くなったこの細胞が、この基底層みたいなところ、深いところでできたものが、28日とか約1ヶ月かけて上に上がっていって、古くなったものが、綺麗に剥がれ落ちていったら、こう、なんか、このお肌の表面が整ってる状態で、それが乱れてくると、はい、この、本来なら、剥がれ落ちないといけない古い角質が、この表面に留まっているから、この、なんていうんですか、滑らかさとかが、なくなって、そうですね。そうですよね。ボコボコしたお肌にパッて見えたりとかするっていうところまではわかるんですよ。で、それを、ピーリングだと、それを直にやってしまうから、傷つくんだけど、松ヤニになったらそれが傷つかずにできるっていうことですか？そうなんです。大事な皮脂膜を守ってですね、いらないものしか取らないんですよ。はい。なので、くすみの原因となる古い角質を取ることでですね、ごわつきもなくなるんですね。はい。で、顔ダニってわかります？聞いたことあります。それが常在菌なんですよね。顔ダニも常在菌なんですけど、はい、常在菌もいくつか種類があるんですね。はい。アトピーの原因になる菌だったりとかですね。脂性肌の方が持っている菌とか、はい、乾燥肌の方が持っている菌とか、はい、いろいろあるんですけれど。へぇー。はい、多くは、顔ダニっていうものが毛穴の中に潜んでいると、はい、餌をなくして肌を食べ始めてしまうんですよ。それがクレーターになるんですね。へー。クレーターになる方って大体こう脂性肌って言って油が多い方が流すんですよ。ああ、そういうイメージありますね。はい。はい。で、松ヤニして取るとですね、剥がすと一緒にこう顔ダニが取れるんですね。すべて、必要な常在菌なんですけど、はい、その量を調整してくれるんです。へぇー。松ってそんなにすごい力があったんですね。松とあと蜜蝋ですね、が混ざっているので、どっちも完全にオーガニックなものなんですけど、はい。でもあれですよ、個体差があるので、はい、購入して仕入れをした時にですね、はい、ロットによってこう粘着性とかが変わってくるんです。ああ、そうですよね。その松とかによっても個体差がありますもんね。そうなんです。あ、武蔵さんからコメント来てますね。ありがとうございます。えみこちゃん、ミキサーのキャンさん、リモートゲストさん、リスナーの皆さん、こんばんは、しょい。天空スタジオからの生放送、お疲れ様です。えみこちゃん、めっちゃお久しぶりですね。最終回したと思ってたので、最終回じゃなくて安心しました。いや、本当ですよ。もう今月ちょっとね、まだ生放送初めてなんで、はい。終わってないですよ。ありがとうございます。毎回、毎週聞きに来てください。武蔵さん、ありがとうございます。そうなんですね。不思議ですね。なんか松ヤニってそんな効果があったですね、キャンさん。そうですね。僕も初めて松ヤニって聞いたんで、はい、どんなもんだろうと思ってたんですけど、はい、クレーターを予防することができるんであれば、今からやっといた方がいいのかななんて思ったりもしたんですけど。うんね、でもなんかちょっと気になったのは、はい、その乾燥肌の菌とか。その菌がいるから乾燥肌になるんですか？
ごめんなさい、すっごい聞いてますね私。でもすごい大事なところ、まあ、あの普段使われてるスキンケアにも、はい、うん、あの乾燥を引き出してしまうものもあるんで、うん、はい、食べ物とかにもよりますよね。あと水分の、あの自分が体の中に入れる水分とか、うーん、スキンケア選びでっていうことと、あの不規則な生活っていうのもすごく影響します。うーん、まあそうですね、まあ一つだけじゃないと思うんですけど、マットセラピーっていうものは、はい、ホットセラピーっていうものがこう、あのインスタグラムとかでも目立ってくるんですけど、はい、あのうちはですねスキンケア製品の会社なんですよ。はい、マチェリっていうのはその中の一つのアイテムでして、はい、そのマチェリをすることで、うん、その製品たちの効果効能が上がるんですよ。はい、うーん、赤ちゃんから使えて、はい、あのどの肌質の方でも、はい、あの選ばずに効果が発揮できるっていう自然の力を借りたスキンケアたちなんですね。じゃあそのスキンケアを使ってさらにマツヤニをするとホットセラピーっていうのをするとそのもっとお肌が良くなるみたいな感じなんですか？そうですね。もうあの男性も女性も、うん、あのお化粧した感じよりさらに綺麗な、あの隠すためのお化粧とかいらなくなります。皆さんすっぴんで歩けるようになります。木川さんもね、今、まあ、ラジオで音声だけで聞かれてる方はねちょっと見れないかもしれないんですけど、 YouTube とかね映像で見られてる方はあの木川さん映ってると思うんでね見れると思うんですけど、すっぴんなんですよね今日。今日っていうかいつもですよね。なんかびっくりするんですけど。そうなんです、ね、もう ずっとすっぴんです。そうですよね、すごい楽ですね、はい、お化粧しなくていいから楽です。もう保湿しかしないので、はい、なんかでも私たちの、はい、はい、なんだろう、そのお肌が整うっていうのもすごい大事だけど、なんか年齢重ねてくると気になってくるのがシミとかなんかシワとかそういうのも気になってくると思うんですけど、そういうのはどうなんですか？はい、マツヤニフォトセラピーの施術後にですね、うん、あの仕上げでクレイパックもするんですけど、クレイで鎮静してその後に、はい、あ、はい、クレイ泥ですね、泥で鎮静するんですけど、はい、その後にあのこのスキンケア製品で少し上げするんですけど、うん、はい、あの目の周りのチリメンジワとかもなくなりますし、うん、あのシミも薄くなってます皆さん。うーん、1回 でこうここら辺にこうポッと塗って剥がしただけでここも白いんですよ。へえ、1回で1回で白さを感じてもらえます。もうそれこそあのふやかした赤に対してノンコーションでふやかすので、うん、その後に塗ったマツヤニでやるともう松ヤニのこの内側にですね、はい、いらない角質ついててこうザラザラしてるんです。それはなんかその先ほどもねちょっとバランスよく菌をこう必要なものは置いといて必要じゃないものだけを取ってくれるみたいなのも言われてたと思うんですけど、うん、はい、それはなんかその松の成分がそういうのをなんかこう上手にやってくれるんですか？うん、松ヤニの成分があの温めているので、うん、塗った時に毛穴を開きながら油も溶かしてくれるんですよ。はい。そして、うん、あのちゃんと吸着することによって剥がした時に、うん、ローションの効果もすごくありますね。でその前にクレンジングも使えますので、あー、なるほど、はい、クレンジングもあの皮脂をしっかり落としてくれながら皮脂膜を守ってくれるんですよ。だから全てのあの力が、なるほど。だからそこで保湿とかもちゃんとされるから、はい、まあ、結果バランスよく整うみたいな感じなんですかね。あ、そうですね。そうですね、はい、うん。なんかイメージが、はい、あの、わかな、あの、どんな感じなんですか？その、松ヤニの、その、例えば蜂蜜みたいな黄色い色で、なんかその、あ、そうですね、そういうものを顔の上に、うんうん、はい、こう、乗せて、うん、なんか固まったものを固
パッて取るみたいな感じなんですか、うん、どういう感じなんですか。その通りです。あ、そうなんですか。もうまさにその通りです。はい、蜂蜜を顔に塗って、うんうん、最初はあの産毛とかおひげがあるじゃないですか。はい、脱毛効果もあるので、最初は初回は痛いんですよ、うん、毛がある。痛いんですか。へぇー。ちょっとブラジリアンワックス的な。はい、なので、こう、丸く部分的に、そうですね。はい。で、部分的にこう塗っていって、だん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 毛が減っていくので、で部分が終わったら、全顔って言って、顔全体に、あの、仮面のマスクをするんですよ。それでこう温まって蒸されるので、うんうん、この毛穴のですね、残ってる角栓の油とかが溶けてくるんですね。はい、へー。今度こう角栓も取れるわけですよ。へー。それ全身できるって言われてましたけど、結構贅沢ですね、全身やるってなったら。全身やるとしたら本当贅沢です。あの手術がですよね。すごく時間がかかりますし。はい。で、それで最後に仕上げで泥パックみたいなのをして、で、この化粧水とかで保湿をして終わりっていう感じなんですか。はい、はい、そうですね。そうなんですね。カープボーイさん、仮面のマスク、ウルティモドラゴンって来てますけど、多分プロレスラーの名前わからないけど、まあ、プロレスラーなんかちょっとイメージ分けましたね。そんな感じですかね。まあ、仮面をかぶるってことですよね。はい、なるほどなるほど。へえ、そうなんです ね、 ですね。なんかいろんなねものがね、はい、いろいろ出てきますけども、今それいろいろね、今日もなんかそのインスタのあのストーリーにあげたら、なんかハートマークみたいな感じのリアクションをしてくれた方がいらっしゃって、あ、結構今ねなんか熱い感じの美容方法なのかなって思ったんですけど、はい、うーん、ちょっと面白そうですね。はい、なんかこれをこれに出会ったきっかけとかって何かあったんですか。私あの違う施術もしていて、はい、あのトータルサポートサロンを経営してるんですけど、はい、はい、あのその中でもですね、はい、自分が解決していく他の施術の中で、うん、お肌だけがやっぱり綺麗にならなかったんですよね。うん、自分がこう角栓に悩んでいたので、うん、お肌をきれいにするためにはどうしたらいいかなと思っていろいろ探していたんですよ。はい、で私あの、うん、毛深くもあってですね、はい、毛深さと角栓を一緒に取れて、うん、ターンオーバーまでしてくれるから、うん、そしてあのお化粧しなくてよくなるっていうことがとても魅力的でですね、うん、そこであのメーカーさんの方に問い合わせをして導入させていただいたんですけど、はい、あの話を聞いてみたらですね、はい、あのそのメーカーのポリシーが、はい、待っている大切な人をあの守りたくて手助けをしたいっていう気持ちから生まれたメーカーだったんですよ。うん、あのニキビですごい悩まれてるスタッフがいたらしいんですね、もともとエステをやっていて、はい、その子のために何かできないか改善できないかっていうところから始まってですね、はい、ね、あのお肌のトラブルって結構悩んでいてもこんなもんかなっていう、うん、ちょっと諦めてるところもあるじゃないですか。まあそうですね、食生活とかいろんな影響があるから、まあちょっと経ったら治るかなみたいなのは思ったりしますよね。うん、はい、はい、うん、でもそのストレスをあの抱えながら生きてるっていうよりですね、なんか少し力になれればなっていう、うん、社長が、うん、あの大切な人にちゃんと届けたいということでですね、はい、試行錯誤して出来上がったメーカーなんですけど、はい、あのネット販売はしてないんですよ。うん、スキンケアも松屋にもあの、はい、ネット販売はしていなくてですね、カウンセリングが必須になるんです。へ、はい、うんうんうん、なのであのネットワークとかもできませんし、はい、はい、お肌の、ちゃんと状態を確認させていただいて、うん、知識を、一緒に共有させていただいてからの施術になるんですけど、はい、そこも、自分も魅力的でしたね。自分の体調がわかるんですよね。体調がわかる。はい。お肌って、内臓の掲示板だと思うんですよ。はい。肌が荒れるっていうことはやっぱり中側にね原因があったりして便秘とかですね。うんうんうん、
はい。それこそ乾燥肌の方は、うん、お水飲んでいらっしゃいますって聞くとですね、はい、飲んでいます、コーヒーをとかって言うんですよ。あー、なるほど。でもカフェイン含まれてると、お水にちょっとカウントできないので、うん、結構皆さん、良かれと思ってしていることが、ちょっと違っているかっていう知識も入りながら、はい、学びながらお肌の改善ができるので、それがとても魅力的で私は取り入れさせていただいたんですよね。じゃあ、まずネット販売してないっていうことで、必ずその店舗に行かないといけないっていうことなんですか、まず。それか、ズーム越しのカウンセリングとかですね。で、その後、自分ではできないんですよね、その施術、松ヤニの、ロウを顔に乗せてっていうのは。できるんです。あ、できるんですか。へぇー。じゃあ、はい、何ですか？今、スクールを開催していまして。はい。Zoom で受講ができるんですか。あ、そうなんですか。じゃあ、そのカウンセリングがオンラインで、その後施術はお店にっていうわけじゃなくて、全部が、オンラインで教えてもらって、あとは購入した後に自分でできるってことなんですか。はい、それもできます。そうなんですか。リアにスクールを受けて、はい、いただくこともできますし、はい、Zoom で、学んでいただいて、ご自身でセルフでやっていただくこともできます。なんか合う合わないとか、例えば、じゃあ乾燥肌の人はどういう風にするとか、そういったなんかそのタイプ別の違いみたいなのは、があるから、その前にカウンセリングが必要なんですか？あ、そうです。そしてアレルギーが、出る方もまれにいらっしゃるんで、パッチテストっていうのが必須になりますね。はい。で、じゃあパッチテストで。なので、事前に郵送させていただいてます。なるほど。で、じゃあアレルギーはじゃあ大丈夫でしたよってパスってなった時に、そっから乾燥肌、脂性肌とかって分かれてくると思うんですけど、そっからは何か違いみたいなのが出てくるんですか？はい、この人はこういう肌だから、こういうやり方でとかっていうのは何かあるんですか？ベースとなるものは大体一緒なんですけど、ローションの入れ具合とかですね、クレンジングの回数とか仕方とかっていうのが変わってきたりしますね。なるほど。あ、じゃあそういうところで、やっぱちょっと調整っていうか、その人の肌質に合った感じでやれば、また効果もぐっと上がるっていうことなんですね。そうですね。そして、はい、食生活とか、生活習慣の、お話も聞かせていただいて、アドバイスも一緒にさせていただいている感じですね。そんなところまで見てくれるんですか？そうなんです。で、うちですと、その後に腸活ケアっていうのも一緒にさせていただいているので、はい。腸の不調から出ているお肌のトラブルだったりするとですね、やっぱり腸の方の常在菌を構成させていただくとかするので、うちから外からどちらからもサポートさせていただくって感じでやってます。腸ってね、やっぱり、綺麗じゃないとお肌にやっぱすごい出てくるって言いますもんね。なるほど。はい、ヤンバルクイーナさんからコメント来てますね。八つ墓村のスケキヨのイメージですね。わからないですかね。って来てるんですけど。わかります。わかります。それの黄色いバージョンですね。黄色いバージョン。黄色いバージョン。キアさんわかります。わかります。イメージつきました。すごい、ヤンバルクイーナさん。黄色いバージョンね。逆に私それが理由で見てみたくなりましたね。八つ墓村。カープボーイさん、これその松ヤニのやつを大量生産して売るとかはできない。